ボイス・セドリック・マリンズは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州ギルフォード郡、グリーンズボロ出身のプロ野球選手。左投げ、両打。MLB のボルチモア・オリオールズ所属。2015年の MLB ドラフト13巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名され、6月18日に契約。契約後、参加の A-Q ・アバディーン・アイアンバーズで、プロデビュー。 68試合に出場して打率、264、二本類が、32打点、17盗塁を記録した。2016年は、A 級、デルマーバ・ショアバーズでプレイし、124試合に出場して打率、273、14本類五55打点、30盗塁を記録した。2017年は、A 級、ボーイベイソックスでプレイし、 76試合に出場して、打率265、13本塁打三37打点、9盗塁を記録した。2018年は A 級防イで開幕を迎え、49試合の出場で打率313を記録し、6月1日にトリプル A 級ノーフォークタイズへ昇格。トリプル A 級ノーフォークでは60試合に出場し、打率六十九。 6本塁打、19打点、12盗塁を記録した。8月10日に、オリオールズとメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、同日のボストンレッドソックス戦で、9番、中堅手として、先発起用され、メジャーデビュー。初打席は2回裏虫1.2塁の場面で、ネイサン・ヨー・バルディから適時2塁打を放ち、メジャー初安打、初打点を記録。 この日は4打数3安打2打点1死球と結果を残した。8月18日のクリーブランド・インディアンス戦ではニール・ラミレスから初本塁打を記録した。この年メジャーでは45試合に出場して打率。2 7 3四本塁打、11打点、2盗塁を記録した。2019年は22試合に出場して打率。094、4打点、1盗塁を記録した。 2021年7月4日に控え足として自身初となるオールスターゲームに選出された。しかし、オールスターゲーム前日の7月12日に怪我で辞退したエンゼルスのマイク・トラウトに代わって9番中堅守で先発出場することが発表された。7月13日に開催されたオールスターゲームでは3回表にオールスターゲーム初打席に立って、 ブルワーズのコービン・バーンズと対決したが凡退した。5回表に2打席目を迎えて、マーリンズのトレバー・ロジャースと対決し、オールスターゲーム初安打を記録した。ありがとうございます。